マイマイマイアスクラピア東京です。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。さあ今日はこの治療、実は日本が世界一です。おーということでやっていきたいと思います、はい、さあ初めにお話ししますが、今日の動画は完全に個人的な意見でございます、はい、エビデンスもなければ何の根拠もない。ただいろいろなところで勉強しに行ったり、まあ、最近だと我々も専門家も SNS 見たりするんですね。 SNS を見たりだとか、まあ、雑誌を見たりとか、学会に参加したりとかをして、あれ日本人の臨床、これもしかしてレベチ、ちょっと若者っぽかった。ちょっと時代遅れかもしれないです。おどう直いと思ったんですか。まあいずれにしろですね、これ世界一じゃないのかなっていう治療を紹介したいと思います。題して CR ですね。今日はこれでいきたいと思います。それでは始めていきましょう。じゃあまず CR ってことなんですけど、 CR ってドクターリー何なんですか。はい、コンポジットレジン。あー、レジンといえば樹脂、つまりプラスチックってことですかね、はい、プラスチックっていう治療なんですか。いえ、これは CR っていうのは日本の健康保険制度上の呼び方で、はい、コンポジットレジンを使ったプラスチックで虫歯を治していくよっていう治療を CR って言います。ちょっと待って、世界一の治療の話してるのに健康保険ですか。そうなんですよ。ベースとしてこの治療があることによって、その上のダイレクトボンディングという治療が、まあ、個人的見解ですけど、はい、日本人が世界の中でもトップクラス、なるほどなるほど、治療してるんじゃないかなと思います。わかりました。じゃあ CR っていうのはそもそもが材料の名前なんですけど、日本では健康保険では CR っていうと、その CR を使って小さい虫歯を治すってことが扱われてると、はい、でそもそもここのレベルが高くて、このレベチな人たちはさらにこう別料金で自費治療としてやってる。これはダイレクトボンディングっていう名前なんですけど、はい、これそもそも根本的には同じ治療だよね。違う治療っていうわけではないよね。同じ治療です。ですよね、はい、でこれが健康保険で認められてる材料なのか、そうでないのか、あるいはかけられる時間だとか、そういったところもしっかり採算を考えてるのがダイレクトボンディングだと思いますが、はい、いずれにしろここがすごくレベル高いよっていうお話でございます、はい、じゃあそのね、ダイレクトボンディング超綺麗とかってやってると思うんですね。例えば前歯とかで少しかけちゃったとかっていう時にね、ダイレクトボンディングって超一流だと思います。私もお願いするんじゃないかなっていうふうに思うんですね、うん、じゃあこのメリットとデメリットっていうと、まずメリットってどんなところが考えられる。メリットは、うん、例えばダイレクトボンディングの場合だったら、小さい欠けだったりとか、うん、さっき言った小さい虫歯とかだったら、うん、この色を考えながらプラスチックを選択して、うん、すごくこう歯に調和した形で直していける、すごい神秘的な治療だと思います、はい、あ、見た目もすごい綺麗だってことですね、はい、その削る量とか削る範囲とかっていうのはセラミック治療と比較してどうなんですか。圧倒的に小さいです。圧倒的にがつきましたね先生。必要最小限の虫歯だったりとか、はいはい、あとはまあ接着させるのに必要なところだけをちょっとだけ調整をしてやっていくので、はい、圧倒的に小さいです。そうですね、とにかくもう悪いところだけ取って、でそこだけ詰めるっていうイメージがありますね、はい、まあ本当に細かいこと言うと、今ドクターリンが言ったように接着をするためにはこういうふうにやった方がいいよって言って、ベベルだったりだとかそういったものをつけたりだとかっていうことはあったりするんですけど、削る量に関してはセラミック治療と比較して圧倒的に小さい、はい、うん、これはすごく大きなメリットだと思います、はい、なので自分もなんか前歯がねちょっと転んでかけちゃったとかっていうことがあれば、迷わずダイレクトボンディングを選択するんじゃないかなと思います。じゃあデメリットってどんなところなんでしょうか。デメリットに関してはやはりプラスチックなので、ちょっと強度は少し劣るかなと思います、はい、なるほどなるほど。強度っていうのもあったんですけど、耐久性とかっていうのはどうなんでしょうか。もちろんやっぱり劣りますね。あー、やっぱりプラスチックですもんね。セラミックじゃないですから、はい、有機材料ですから、そこは劣化しちゃうっていうことですね。端のところが黒くなってしまうってことも起きるかもしれないですね、はい、あとは光沢とかそういうのっていうのは、そうですね、ツヤもやっぱり失われやすいですし、何より多分汚れてくるっていうのもやっぱりちょっとプラスチックの弱点としてはやっぱあるかなと思います。なるほどなるほど。デメリットとしては、そう、耐久性に材料としてね、まあ、いいところはすごいあるんですけど、うん、やっぱり欠点としてはどうしても他の材料と比較すると劣ってしまう部分もあるのかなっていうのが、うん、ダイレクトボンディングのちょっとデメリットに当たるのかなと思います、はい。さあ、じゃあなんでこの CR 治療、いわゆるダイレクトボンディング治療、まあどちらもいいですよね、これが世界基準なのかなっていうところを考えていきたいなと思うんですけど、実はですね、こう治療って我々もう虫歯があったら治したいですよ。虫歯があったら取りたいし、穴が開いてたら埋めたい、穴があったら入りたい、はい、これが歯医者の気持ちですね、はい、ただそうは言っても我々がやりたいっていう気持ちだけで治療ができるか、例
えば歯がないところに、まあ、お金がないですよって言ってて、じゃあタダで入れ歯入れますって言ってないですよね、うん、あの固定式の歯がいいですって言って、あ予算1万円ですって言って、俺の方は、まあ、できないです、できないんですよね。でしかしながらですね、コンポジットレジンの場合は、まあ、その材料自体っていうのはそんなに費用かからないですね、うん、例えばすごい高いですよ、すごい高いんですけど、接着剤1滴アロンアルファみたいなやつ使ったりするんですけど、それがですね、こう塗ると1滴が100円とか200円とか今したりするんですよ。確かに高いですね1滴200円ってどんな水だよっていう感じなんですけど、でも200円ですからね、うん、それだったら、まあ、良識のある歯医者さんだったら、あこれいいものだったら、まあ、自分のポケットからでも出して買っちゃおうかなって言って結構やられる方も多いと思うんですよね。でそこが実はレベルを上げてるところじゃないかなと思うんですよね。実際に私も大学院生の時とか、実はダイレクトモーニング大好きでしょ、うん、だから大学院の時なんてそれこそ給料がないどころか、我々なんてね、授業料払って大学院4年間も行かなきゃいけないんですよ。歯学部の大学院って4年間もあるんですけど、まあ、そんな貧乏生活やってる時に、なんとか自分の腕もやっぱりねレベルアップしていきたいなっていう時に、若い人はすごい取り組みやすい治療っていうのは一つあるのかなと思うんですね。で材料も安いし、はい、で簡単に手に入るものでできたりとかするんですね。ラバーガムとか、はい、そういったあのコンポジットレジンもそんなに高く、まあ高いけど高くないですよね、で接着剤だとか、まあそんなもんですよ。光でだいたい固まったりするんですけどね、付け爪みたいな感じでね、うん、まあ、それって外来、どこの外来にでもあるものなんで、あの使えちゃったりとかするんですよね。ですので、まあ、若い方たちがもう圧倒的にやりやすい、で時間がある方は今インスタグラムだとか SNS とかを見れば、上手い人がねやり方とかってすっごくたくさん上げてるんですよ。でいいものにも触れられるし、そしてこのやり方にもアクセスできる、うん、そして雑誌とか歯医者さんの雑誌とかあるんですね。毎月アスクラピアにも届くわけなんですけど、まあ、見てみたらもう必ずダイレクトボンディング出てくるよね。なのでダイレクトボンディングっていうのはそういった意味で非常に底上げされてるのかなと。そうですね、思います。でそしてですね、もう一つ付け加えると、私イギリスに留学してた時とかにですね、なんかハーレーストリートって言って医療だけが集まってるロンドンでもあるんですよ。あの BBC の裏にねあったりとかしたんですけど、なそことかでじゃあ例えばダイレクトボンディングしようって言うと1本いくらぐらいするんですかって言ったら、あの大体ねインド人はちょっと安いんですよ。でインド人でいくらぐらいかっていうと1本それでも300ポンドとか言われてたんで、うんうん、5万1000ぐらいです、はい、で日本でやるとどれぐらいですか。大体院さんによっても違うと思いますけど3万円ぐらいかな、平均すると。そうですね、で大体同じぐらいなんですよ。ただこれ健康保険になるとグッと下がるんですよ。それが2000円ぐらいできちゃうんですね。なのでこの若い先生っていうのはやっぱり健康保険ですごくこう患者さんのために仕事をするっていうのはもちろんそうなんですけど、やっぱり腕を磨くっていう機会もすごく多いことから、まあ、経験を積みやすくて、それだけこうレベルアップしてる可能性が高いですよね。もちろん適当にやってたらそれは上手くならないと思います、うん、もう適当にやってたらもうずっと一生そのクオリティだと思うんですけど、少しでも上手くなろうっていう先生がレベルアップしやすい環境にあるのが、それがダイレクトボンディングなんですよね。なのでそういった日本の特殊な医療環境においてこのダイレクトボンディングっていうのが世界一のクオリティに上げてる要因なんじゃないのかなっていうのがアスクラピアの考えでございます。最後に、じゃあどうやってその先生を咲かせ、どうやって咲かせっていうんだっていうことですよね。これ大学の教授がやってもね、あの1年目の私がやってもですね、実は健康保険でやる限りは同じ値段なんですよね。でも実際本当にそういうことなんですよ。健康保険でやっても大学の教授がやっても同じ値段なので、そういった先生できれば探したいですよね。先生どうやって探したいですか。手っ取り早いのは今先ほどお話にも出ましたけど、インスタグラム、今歯医者の先生みんな上げてますよね。こう自分のやった治療とかそういうのを上げてると思うんですけど、特にダイレクトボンディングって分かりやすいんですよね。こう前の状態がこうでこんだけ綺麗になりましたっていうのを写真で出しやすいので、いろんな先生が出してるんですけど、まあ、いろんな先生が出してるとじゃあこう今度選ぶの大変じゃないですか。一個、まあ、個人的ポイントとしては、例えばやってるところの動画を顕微鏡で撮ってる先生とかを探すと、もうその人は上手いんじゃないかな、自信があるんじゃないかなとは思います。なるほどなるほど。ビフォー&アフターはもちろんそうなんだけど、さらにそれにプラスして動画で、しかも顕微鏡下でこだわってやってるっていう先生がいたら、それは素晴らしい先生の可能性が高く、ぐぐっと高くなるんじゃないかなっていう、ドクターリンの素晴らしいアドバイスでした。さあ皆さんいかがでしょうかね。もうこの SNS っていうのもとても無視できない時代になってますね。まあ、YouTube を SNS と捉えるかどうかっていうのはまた別問題なんですが、我々もねこれで一生懸命仕事してるわけですので、ぜひね、あの気になる方は SNS もチェックしてみてはいかがでしょうか。
はい、そういうわけでね、今日は世界一のクオリティの日本の治療ということでお届けしましたですけど、いかがだったでしょうか。ぜひいいねという方はいいねボタン、そしてね、もっといい治療知りたいよってことであればコメント欄にぜひコメントをと思います。よろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。さよなら。